赤松藩士は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将、守護大名、摂津国、張間国守護、赤松氏の第五代当主、赤松の利村の着難として誕生。はじめ弟、帝藩と共に、摂津流し層の大官として派遣されたが、現行3年、父が鎌倉幕府当幕のために挙兵した際、父に従って、 京都での戦いで武功を挙げた。ところが、その後の五代醐天皇の兼務の申請で、赤松氏が交渉で礼遇されたため、父と共に、足利高氏に組みし、朝廷軍と各地で戦って、武功を挙げた。それにより、室町幕府成立後、高氏から設置後に任じられた。昭平五年、官能元年、父の死により、家督を継いで当主となる。 同年、高氏の弟、足利忠義と、孔諸直の対立である関能の上乱では、高氏、諸直側に味方して、忠義軍と戦い、内出浜の戦いに参戦している。しかし翌昌平六年、関能二年、京都堀川七条の辞定にて休し、摂津は、嫡男、三つ森が、加徳と張間は弟、のりが継いだ。他の子らは、 それぞれの書量から改正して一文集になったとされる。三森の系統は七城氏として存続。この家系は、戦国時代の明王5年に赤松吉村が僧侶家に復帰し、以後関ヶ原の戦いの赤松範秀で、西村正宏まで四代続くことになる。また、防流の赤松氏光の家系が、江戸時代に大見旗本として幕末まで存続した。 遠心の弟という説もある。また、吉村の代までのリスの家系と交互に家督を相続したという説もある。ありがとうございます。